皆さんこんにちは、石井正則です。今回は神奈川県立近代美術館葉山に行ってきました。山と海に囲まれた美しい美術館です。今回行ってきた展示はアレックソス写真展ギャザードリーブスです。館内は動画は NG ですが写真は OK ということで、スマホで撮った写真をダイジェスト的にご覧いただいておりますが、これはぜひ実際の写真を見てもらいたいです。やっぱり 8x10 の写真は最高ですね。ソスが写真を撮っている様子を収めたムービーも上映されています。10月10日までと会期もあとわずかですが、ぜひ。そして美術館外の遊歩道を行くと目の前には美しい海が、夕暮れ時最高です。この海を眺められるレストランも併設されています。神奈川県立近代美術館葉山、皆様ぜひ。